はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回はお知らせの方で新しくピックアップが来ている、巡礼の祝祭第1弾ピックアップ召喚について聞いた方がいいのかというお話していこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ということで、まあ早速やっていくんですが、今回のピックアップに関して、期間限定でシュテンちゃん、金時、星4のルーラーマルタさん、そしてストーリー召喚でコアトルさん、工場でツナさんとバラキーちゃんのピックアップがあるというガチャとなっております。でまあスケジュールに関して、まあ下から見てもらったらわかるんですが、2日から9日の1週間金時とツナさんのピックアップ、4日から11日の1週間バラキーちゃんとシュテンちゃん、そしてコアトルさんと、ま、サンタマルタさんが6日から13日という感じのピックアップになっております。はい、ということでもう結論からお話ししていきます。今回のピックアップ引いた方がいいのかというお話なんですが、90プラプラのことを考えるならば引いといた方がいいです。はい、ただ引くべきキャラクターに関しては金時っていう感じですね。うん、やっぱりね、現環境いつでもどこでも90プラプラで金時がねいるとね楽っていう場面があったりするんで、まあこのサーバントの中で言うと金時を狙いに行く方に関しては結構ガチで引いていいのかなと個人的に思います。ということで各サーバントについて軽く解説していこうかなと思います。まあ星4サーバントに関しては今回は入れずにって感じかな。まあもうピックアップがね固定されてるということで、まあツナさんが欲しかったら金時のガチャ引いてくださいっていう、でマルタさんが欲しかったらフォアトルさんのガチャ引いてくださいっていうだけなので、うん、まあ星4サーバントに関しては今回省かせてもらいます。ではまず1人目金時から見ていきましょう。金時に関してなんですが、まあスキル構成めっちゃシンプルです。第1スキル自身の攻撃力を大アップ1ターン、第2スキル NP を 50% 増やす、第3スキル自身の攻撃弱体耐性を3ターンアップし HP を大回復となっております。で、宝具に関しては敵単体に超強力な防御力無視の攻撃、中確率でスタン状態付与1ターンのバスターの攻撃耐性を2ターンダウンとなっています。でまあこの子に関してもうシンプルにね NP50% チャージプラス宝具の強化ですね、これが来ていることによってめちゃ強いです。はい、えっていうぐらいに90プラプラの適性が高いサーバントとなっているんで、そういった意味では坂田金時に関しては90プラプラのことを考えると狙いに行くべきキャラクターなのかなと思います。ただ金時に関して言えることとして、90プラプラ宝具レベル1で運用できますかって言われるとできないです。はい、どちらかっていうと宝具レベル3とか欲しいみたいな感じになってるんで、まあレイド戦で使おうって思うんだったら宝具レベル1でもギリいけるかな。で90プラプラで運用しようって思うんだったら宝具レベル3狙いに行くみたいな感じでいいかなと思います。はい、まあ90プラプラ現環境で結局一番速いキャラクターなんで、この子に関してはちょっと別格かな。で、視点同時ですね。視点ちゃんに関しては第1スキル、味方全敵全体に確率で魅了状態を一旦付与し防御力を3ターンダウン、第2スキル味方全体の攻撃力を3ターンアップし自身の防御威力を3ターンアップ、第3スキル自身にガッツ状態を1回の5ターン付与し NP を 30% 増やすとなっております。で宝具に関しては敵全体に強力な攻撃、弱体耐性をショーダウン3ターンの防御力をショーダウン3ターン、攻撃力をショーダウン、防御威力をショーダウン、クリティカルをショーダウン3ターンで、スキル封印状態1ターン付与の毒状態を5ターン付与、オーバーチャージで効果量アップ、そして既毒状態毒の効果量がアップする状態を5ターン付与となっております。でまあこの子に関してなんですが、全体アサシンの中で言うと比較的に使いやすいキャラクターとなってます。 NP30% チャージ持っていて味方全体バフ持ってる、かつ宝具も強化されているということで、まあアサシンの全体宝具である程度火力を出したいなと思う方に関しては、うん、狙って OK って感じです。ただやっぱり全体アサシン宝具レベル1の運用はうーんってなってしまうっていうのと、アサシン自体が正直そこまで強くないってことを考えると優先的に引く価値っていうのは下がるのかなっていう感じです。
あとはまあテスカトリポカを持っている方に関しては視点同時正直引きに行かなくてもいいなと個人的に思ってるんで、まあそこは自分の手持ちと相談するっていうのでいいかなと思います。コアトルさんですね。コアトルさんに関してはストーリー限定のキャラクターとなってます。まあある意味期間限定と比べて比較的に入手難易度は高いキャラクターなのかなって感じです。第一スキル、味方全体の攻撃力を3ターンアップしスターを大量獲得。第二スキル、味方単体にガッツ状態を1回付与しバスター性能を3ターンアップ。第3スキル、自身のスター集中度を1ターンアップしクリティカル威力を1ターンアップ、 NP を増やす 30% となっております。で、宝具に関しては敵単体に超強力な攻撃、宝具封印状態を1ターン付与し火傷状態を5ターン付与となっております。でまあこの子に関してなんですが、地味にね強いんですよ。はい、あのスキル構成で、第一スキルあると思うんですが、これがね攻撃力上げながらスター大量獲得、これ25個生んでくれます。でそこから第2スキル第3スキルでまあバスター性能単体上げつつとか自身でクリティカルぶん殴っていくってなった際にシンプルに90プラプラとか90プラの変速軸で使える場面っていうのがちょっとあったりします。でそこから NP30% チャージもあるということで、まあ NP50% レースをアペンド NP30% で即宝具打ちに行くっていう運用方法もできるって考えると悪くないキャラクターではあります。はい、ただまあこの子自体まあ正直90プラプラで活躍できるかって言われるとちょっと微妙。90プラの最速編成には入るかもしれないんだけど、90プラプラでの運用はちょっと微妙なキャラクターとなっているんで、まあ無理する必要っていうのは個人的にないのかなって感じです。あとはもうめっちゃ単純なんですけど、今ライダーの反対宝具でピントキが復刻されました。はい、このことを考えると俺個人としてはコアトルさんよりも金時宝具後にして NP50% で周回していくっていう方がまあ戦力としては強化されるようなって個人的に思うんで、まあコアトルさんに関しては無理に狙いに行く必要っていうのは個人的にないかなと思います。まあちょっとさっきね星音サーバントについてお話ししないって言ってたんですが、マルタさんのルーラーについてこの子だけちょっとお話ししておこうかなと思います。まあ理由としてめっちゃ単純で、マルタさんに関してはまあ期間限定の水着となっているんで、まあ一応ここ軽くお話しします。第一スキル、自身の NP を増やす、これに関しては 30%、 水辺のあるフィールドにおいてのみ自身の攻撃力を3ターンアップ。第二スキル、自身に弱体状態を弱体無効状態を1回付与し HP を回復。第三スキル、自身に神聖悪魔資料特効状態を1ターン付与となっております。で宝具に関しては敵単体の防御力を1ターンダウン、オーバーチャージで効果量アップの超強力な攻撃となっています。でまあこの子に関してまあ単体ルーラーということで地味に使えます。はい、あのバスター宝具ということでオベロンとの相性がいいんですよ。第一スキルで NP30% してオベロンでバフって黒聖杯で、90プラプラの敵をぶん殴るっていうね編成もあるので、こういった意味では狙いに行く価値っていうのは十分にあります。ただこの子自体もうスキル自体が古い方、1ターンのバフしか続かない、1ターンの瞬間火力しか出ないというキャラクターになっているんで、まあルーラーで単体で強いキャラクター持っていないなーっていう方に関しては90プラプラ用にまあ狙いに行くっていうのはありかなって感じです。ただまあ単体ルーラーいろいろ持ってるっていうのと、まあ単体ルーラー自体が90プラプラで活躍する場面ってそこまで多くないんですよってなったら、いやもうそこは割り切って周回しない、だったら狙いに行かなくていいっていう選択肢になるんで、まあこれに関してはまあ90プラプラをちょっと狙いに行くか狙いに行かないかでいろいろ考えればいいかなと思います。以上ということで今回ここで終わりにしたいなと思います。まあ総評として金時は狙いに行く価値ありのサーバントとなっているんで、金時は狙いに行ってもいいと思います。ただそれ以外のサーバントに関しては正直価値的なことを言うとまあスルーしてもいいよねみたいな性能となってるんで、自分の手持ちと相談して、ガチャ引いていくっていうのでいいんじゃないかなと思います。では最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それじゃあバイバイ。
ハハハハ。